リルリーグが答える10問5秒チャレンジ。イエーイ。じゃあ答えるの遅いからね。そうなんです。そうなんですよ。あのリリースイベントとかでも返すのいつも時間かかっちゃうんで。YouTube だよ。そう。頭で一回考えるのが工程が入っちゃうんで。はい。まあまあまあ。反射的に出るかはちょっと不安だよ。まあ5秒やからまあ反射的に答えたものがタッチャーの答えやから。それはそう。それはそうやろ。そうです。答えてるんやから。どんな形でもそうです。中村達郎です。19歳。ボーカル頑張ってます。自分を一言で表すとだらけ者。今日朝起きて一番最初に話したメンバーマトラ、その内容は何時に出るっけ過去と未来、過去に行きたいです。中学生ぐらい。おい、もう戻りたいな、はい、なぜかも知りたいけどね。なぜか、なぜか、一番はしゃいでたから。なるほどね。初対面の人と出会ったらまずどこを見る。顔を見る。まず顔ね。そういうことじゃない。顔を見ます。メンバーに隠している秘密を一つ教えて。わ、これはもうすぐ言ってほしいよ。何？よく勝手に冷蔵庫のもの漁ってます。あれ共同生活してる人と一緒に住んでるからね。ちなみに今日も朝1個行きました。1個行きました。嘘、マジで。はい。最近天然だと突っ込まれたエピソード。天然だと、天然だと、なんか突っ込まれたというかテンション高すぎて相手されなくなってきました。ですね。共同生活で一番辛いことまたは楽しいこと。辛い、まあ、辛いというか、はい、靴下が誰のか分かんないんで。結構自分のいつの間にか減ってたりします。あるある。辛いです。辛い。どういうことこれ。いや、もうこれはタッチャーの得意分野ですから。どういうこと。一番くじを歌、一番くじを得意なもので表現してください。どうぞ。はい、一番くじ。よいしょ。いいね。むず。一番くじリルリーグいよいよ明日発売。ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。むずっ。